ぽっちゃん。あちゃん。今日はね、はいはい、那須高原のね、峰の茶屋。駐車場に来てます。はい。で、こっからどこ行くかっていうと、どこ行くの？まあ那須ですね。あ、那須だね。まあ那須岳って言うんですけど、那須岳はね、那須岳っていうだけはないんですよ。だけはないの？だけはないんです。まあその一般的にはね、3つの山をね、那須岳と。まあ呼んどるわけで、はいはいはい、本当はね、予定としてはね、今日朝早く来たんですよ。でもね、そしたらね、結構煙パスで、ね、三本槍とね、朝日とね、チャウスをやっつけてから、三戸小屋向かうつもりでした。三戸小屋。で、今日泊まる予定なのね。あ、泊まり。うん、予約してあるの。三戸小屋といえばね、混浴露天風呂ですよ。はい、即風呂即宴会モードという、はい、まあ、非常に分かりやすい、まあ、メニュー構成となっております。山吹き道お願いします。山吹き道しました。スタート、スタート。登山、登山 OK、 OK。 こんにちは、こんにちは、こんにちは。ここはね、山の神の鳥居ですよ。こんにちは、はい、今日は一日よろしくお願いします。お願いします。はい、そんでそこにね、ポンちゃん、山の神様はね、祀られてますよ。ご苦労様。いや、君もご苦労様。ありがとうございます。うん、ご苦労ご苦労。最初の木段、最初の木段、木段ダウン。みんな早々に降りてきますね。天気悪いですからね。山の神様、お久しぶりございますね。じゃあ今日明日お山を巡らせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。パンパンポンちゃん、この辺からね、朝日岳がいつもは見えるんだけど、全然見えませんね。峠の茶屋はね、かなり風がね、強いですよ。まあ、そこ越えてしまえばね、まあそうでもないんですけど。こんにちは。ほら、峠の茶屋が見えましたよ。風強いよ。ぽっちゃん。風強い。これは迷わず最短コースですね。もうすぐね、あそこが峠の茶屋跡のね、ひな小屋で、那須のね、下の方はほら、晴れてんだよ。だからね、これ山の上だけ結構吹いてる。山の上だけ吹いてるね。そうね。多分、三戸小屋は茶屋だからね、降りちゃえば、そんなに風はないはずよ。ね、途中までちょっとガンバガンバ。ね。そういう感じです。行きます。レッツゴー。絶対よ。向かってる人いるで、小屋に向かってる人いる。そうだよ。大丈夫。行ってるよ。
風がすごかった。あれが三本槍。こっちがチャウス。これがポンちゃん。ポンちゃん山。ポンちゃん山。はい。この先です。ポンちゃん避難小屋。はい。こっから三徳山で 2.4 キロだって。うん。行くで。今になるとだいぶ上が見えましたね。うん、チャウスの上。ね。風は強いで、風が、あ、雲が早い、早いな。あ、立ち入り禁止。はい。避難小屋並んで。避難小屋並らないね。まあ非常時は開けていいんだよな。なんかテープが貼ってあった。行くで。足があるよ、ポンちゃん。ハッシー。これは延命水。でもこれは泣き水じゃなくて沢水だ。ね。はい。もうちょっと我慢していくで。硫黄採取していたの。硫黄採取するって、それを牛に運ばしてたんだ。うん、牛が通ってたんだこの道をね、うん、牛さんもすごいんだね、結構じゃ、ね、すごいね、登るんだね、ね、カモシカさんだね。ここに分岐があるね、ポンちゃん。ナス遊歩道あんの。こっちへ行くと沼原、沼原、これね、帰り道でもあるんですよね。それで向こう行くと三戸小屋、沼原行くとね、湿原があるらしくて、沼原湿原っていう、うん、そう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 、それや、ぼちゃん。でも、わてらは三戸小屋向かうで、三戸小屋温泉の歴史、1142年なんだね。長いね。長いね。もう1000年以上ついてるってことだよ、ぼちゃん。ね。那須では多くの温泉が、チャウス岳の東側に分布しています。ちゃんと小屋だけは西側にあります、現在は2軒の温泉があり、単純泉でございます。はい、以上。晴れてきました、ポンちゃん。はい、今日は早いですね。まあな、それは早い。大黒屋林野町。タバコ屋と大黒屋さんの2軒で、うちはタバコ屋ですよ。うん。ここがテント場。ここ。4張りって言うけど、もっと張れそうね。天場。あったかいな、思ったより。本当にあの風のあるとこだけやったら寒い。下は大黒屋さん。大黒屋さん。一段上にあるのがタバコ屋さん。
タバコ屋さんっていうぐらいだから、もともとはタバコ屋さんだったんだろうね。それでね、この上の方にね、なんかね、あれがあるんですよ。露天風呂って言うんですか。温泉露天。お風呂かな。露天。これ多分内湯だと思う。内湯。露天上。まあ行ってみますか。はい。いや、ぼんちゃん。タバコ屋ついたね。タバコ屋さん着きました、うん。まずお月の一杯な。朝日のスーパードライじゃない。あ、ポンちゃんもお月の一杯。ポンちゃんも持ってください。どうぞ。お月の一杯。はい。ええー、なあ、ポンちゃん。名前の、なんていうの、逃げ湯というのか。逃げ湯の里か。どうも。お疲れで、ゴンス。皆さん、どうも。乾杯。あ、うまい。おいしゅうございます。うまいね、ポンちゃん。おいしゅう。ポンちゃん。空晴れてきたよ。晴れてきたね、ポンちゃん。眩しい。眩しいな。眩しくてね。まだ虹や。そうだ、外あったかいよ。こっからね、上に行くと露天風呂。突然話が変わった。そういうこと。まあ行ってみるよ。いや、ええ景色や、ポンちゃん。夕日はないけどな。おお、湯気が流れとる。ここから来るのだけでも足は上げられんよ。お尻つかれんから。足は上げられん。ちょっと上げてみて。あの大門美智子はどうやってやったんやろ。お尻つけだって結構上げてたよね。こんなになったよ。結構上げとったよね。美智子先生は足手足長い。美智子先生は上げとった。あれはよく考えると大変やん。大変よ。いや全然ぬるい。バランス取れないとひっくり返る。頭ですよね。手足長い人じゃないと無理です。そうですな。こっち入ると少し経つとね、でも気持ちいいね。気持ちいいな、うん、やっぱり暑く感じない。風の中ね。お味噌汁どんな感じ。どうですか、ポンちゃん。あ、美味しい。美味しい、うん、これね。美味しい。うん、なんかご家庭の味やな。こういうやつじゃない。え、こういうやつじゃない。こういう、ああ、こういうピシッとやって、お湯じゃーって。でも意外とそうだったって。わからんよ。ちゃうか。じゃあお酒ちょろっと飲みますか。はい、お酒いただいてください。少しと言いながら、はい、はい、ちょっとお疲れ、うん、お疲れじゃないな。いや、お疲れは、まだ。じゃあ、うん、あ、吟醸原酒っていうだけあって、なんていうの、あんまり甘くない。これ、からしが欲しいんですよ。あるのかな、からしとか。好きだ。え、好きじゃない。わらびわらびですよ。わらびです。
鏡。お魚行ってみますか。頭から食べていいんだ。頭からいけると思うね、これはね。大丈夫です。頭から行ってください。うん、おいしい。うん、食べた。カロリーにしちゃう。全然柔らかくて。柔らかい。全然大丈夫。真っ白ポンちゃん。真っ白だねあんちゃん。はい。雪降ったんだね夕べ。雪さらっと降りましたねほら。見て。私たちに初雪でござりまするな。この辺の初雪でしょう。うん。おそらくね。はい。だから。さっきのなんだろうな。これではないね。ああここから見るとチャンスがね。煙吹いとる。煙吹いとるよ、ポンちゃん。チャウスーラや。チャウスーラ。